ぐぐっともみちゃんです。僕今日ねユニバに来てるんですけども、今日ね僕ね午後からねユニバにねやってきたんですよね。で今日やる企画なんですけども、この市長さんからもらった企画でちょっと面白そうなあったのでね、それねやろうかなと思ってます。それがですね、夕方からユニバに入ったらアトラクション全制覇できるかをやっていきますイエーってことでね、で今回ですね夕方インパでねアトラクションね全部ね乗ろうかなと思ってるんですけども、まあ、いつもならアトラクション全制覇しますって言ってるんですけども、今回正直言って全制覇できるかね分かんないんですよね。だからあくまで全制覇できるのかにねします。そしてまあ夕方の基準なんですけども、これちょっと難しいんでちょっと考えた結果なんですけども、このユニバにはトワイライトパスとか、あとは 1.5 デーパスとかのその15時から入れるチケットがあるんですよね。だから今回ですね15時から閉園時間までの間にねアトラクションね全部ね乗れるかねちょっとやっていこうかなと思ってます。うわー、これいけるかな。そして今回もですね一人でインパするので、一部ねシングルライダーありでねやろうかなと思ってます。あー、ちょっと心配なんですけどね、早速ねこれねやっていきます。でちなみにですねこのお店ですね、今年までに本気でね登録数ね10万人ね見せるんでね、ぜひね拡散の登録ねお願いします。じゃあ早速ねやっていきます。はい、じゃあ早速入っていきます。はい、じゃあ早速ね今にね入りました。うわー、これ今回史上初の挑戦なんでめっちゃ心配。そして最初に行くアトラクションなんですけども、まあ、ハリドリって結構ですね夕方になってきたらね混雑するイメージがあるんですよね。だから今のうちにハリドリ行きますわ。まあ、今の時点で混んでる可能性あるんですけどね。はい、じゃあハリドリやってきました。でもまだ25分待ちですわ、うん、いやーこれ怖いですね。行けるかな。結構夕方からって言ってるんですけども、だいたい閉園時間の1時間前には早かったらアトラクションを縛っちゃう可能性もあるんですよね。それが怖い。うわー、頑張ろう。そしてまずね、あの任天堂ワールドのね整理券ね取りましたわ、うん、で今の時点で17時から18時の整理券ね取りました。うわー、今回初挑戦やからな、めちゃくそ怖い。そしてもうね行けそうですね。なんか最近ね、なんかハリドリちょっと空いてるんですよね、うん、じゃあね、行ってきます。そして充電ね、視聴者さんと一緒に乗車です。はい、じゃあね、ハリドリね、乗ってきました。そして今回弾いた曲はですね、テテ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 テ聞いてきました。そしてまあ次ね、どうしようかなと思ったんですけども、やっぱワンダーランドがハリーポッターエリアで回ってるんですよね。で個人的には多分ハリーポッターエリアのアトラクションに関したらまだ大丈夫と思うけども、怖いのがワンダーランドなんですね。で特に土日あるしね、ワンダーランドのアトラクションがね特に混むんですよ。だからこのワンダーランド先にね行ってきました。そしてこのワンダーランドにはその予約乗りっていうその一部のアトラクションがですね事前予約できるねシステムがあるんですよね。で今回もこのワンダーランドに関したらこの予約乗りを使ってねちょっとね制覇しましょう。まあ、今回の前線は結構ほんまにワンダーランドがマジで怖い。今回の多分最難関ボスですよ、ワンダーランドに関したら。はい、じゃあね、真っ裸3分の2がいるね世界やってきました。そして今ねちょっとびっくりしたんですけども、このワンダーランドのアトラクションの予約乗りっていつもならねアプリで発見できるんですけども、今なんとですねフライングスヌーピーとあとはバブルバブルのみね発見するのみでね発見なんですよね。めんどくせえ、これめんどくせえだ。うわ、しかも今16時台の予約時間や、えぐー、これちょっとやばいわ。他のそのエルモのゴーゴースケールボードとか、あとはモッピーのバルーントリップですね、アプリで取れるんですけども、それもね15時50分とかのね予約乗りなんですよね。だからどうしようかな、先にこのキティちゃんとか行ってきますわ、予約乗りいらない。そして今日でさえこのキティちゃんのコーヒーカップ10分待ちやわ。あのキティちゃんのコーヒーカップでさえすっごい行列できてるわ。でもまあ土日って毎回こんな感じなんですよ。はい、じゃあいつも通りに僕の大好きなキティちゃんのコーヒーカップ乗れますわ。今回はキティちゃんのコーヒーカップ乗るために10分ぐらいかかったんちゃうかな、これ。いや、かつてこれだけかけるって久しぶりかもしれへんわ、うん、
わ、いけるかな今回全制覇。まずだ。はい、じゃあね、キティちゃんのコーヒーカップね、乗ってきました。そして、ガチで焦ってます、今回これ、やばいな、レベル超高すぎる、今回の全制覇。そして次はですね、こちらのビッグバードのビッグトップサーカス行ってきます。ふおー15分待ちやべえ。うわ、今回恐ろしいぐらいレベルが高い挑戦やわ。これうわ、マジで心配。まあ、心を穏やかにして、これ乗ります。うわぁ、いいね。いつも通りやわ。だね。終わった。サーカスはゆっくりとなるから、そのまま待ってて。はい、じゃあね、ビッグトップサーカスね、乗れました。いや、今日はワンダーランドエグいな。そして次はですね、エルモのゴーゴースケートボードですね。おお、現在エルモのゴーゴースケートボードで、ね、40分待ちやから、すごい列。はい、じゃあね、予約乗りでね、まあ一瞬で行けるんですけども、予約乗りの列でさえすごかった今日は。クイーン。そして一応ですね、モッピーのバレントリップのね、予約のリートを取ったんですけども、なんとですね、今の時点で17時なんですよ。絶望。まあこれ自体はもうすぐで行けそうですよね。ああ、予約のリって最強やけど、今日はエグいな。はい、じゃあね、エルモのゴーゴースケートボードね、行ってきます。はい、じゃあね、エルモのゴーゴースケートボード乗れました。そして今ね、ちょっとバブルバブルの整理券見たら、発見してるようになってましたわやべえよ、バブルバブル発見しろくれよ、やばいよ、ほんまにやばいよ。そしてまあ、そのモッピーのバルーントリップの予約見るまでだいたいまだ1時間ぐらいあるんですよね。だからこれ行くなら、まあ他のアトラクション行った方が多分効率いいと思うので、ハリーポッターエリア行ってきますわ、もう。やっぱり休日はこのワンダーランドすげえな。いや、一番この平日と休日の差あるんじゃないかな、ここのエリアって毎回思うけど。いやー、今日はすげえな、ほんまに。でもこれが土日でしょ。そしてまあこのまま魔法界の方行ってきます。まあ、魔法界のアトラクションはまだワンダーランドよりはまだちょっと簡単かな。今まで全盛期でね、何件もしたんですけども、今回マジでレビュー高いわ、えぐいわ。はい、じゃあね、安定の手ね、魔法界に来ました。マメーマメーボータ急いでボータ うわ、でもここの魔法界も、まあ、土日って感じがしますよね。やっぱり賑わってますわ。いやー、超怖いわ。いや、もうアトラクションの待ち時間見に行くのがちょっと怖いまずはですね、ヒッポグリフから行くんですけども、ぐー、40分待ち。いや、ヒッポグリフに関したら、あのシングルないんすよねだからそれが難点。いや、でもここの禁じられた森の待ち列、何回来てもいいですよね。僕のお気に入りですよいいっすね。そしてヒッポグリフですっごい待ち列。うわー、やばい、これはやばい。今日は夕方から全制覇はガチしないやな。おー、でももう乗車できるわ。結構待ったぞ。前から3番目ですね。じゃあ行ってきます。はい、じゃあね、今日ヒッポグリフで乗れました。時間かかった、ここもそして次はですね、もう
もうすぐ隣のハリーポッターの禁じられた旅ね、行ってきますわ。えっくいなこの企画そして現在20分待ちですよね。そしてこのハリーポッターのジャーニーはまあシングルじゃないんですよね、今。だから20分待ちで並びます。いやでもまだマシ、まだ20分待ちはマシ、うん。まず大体、まあ、この夕方って普通に混んでるんですよ、ユニバのアトラクションとかも、うん。だからまあ予想通りは予想通りなんですけども、うん、もうほんまに難しい。いやほんまに今日すごいわ。もう行けますわ。じゃあね、行ってきます。はい、じゃあね、何度目かの禁じられた旅ね、濡れました。で、この、ま、ジャーニーよりヒップホプレーフの方が混んでるんですよね、今ジャーニーは一発でいけたわ。だからまあジャーニー行きたい方は、ま、なるはやで乗れますわ、うん。いやー、それにしてももう5時ですよ。やべえな純粋にやべえな。そして次ね、まあ、どうしようかなって考えたんですけども、そのワンダーランドのそのモンキーのバルーンテレビが17時5分なんですよね。で、まあ、それまで大体15分ぐらいあるので、まあ、隣がジョーズなんですよ。だからまあ、ジョーズ行ってきますわ、先に。もう隙間時間を全部アトラクション埋めるつもりで行くわ、本当に。今回ガチのガチで時間がないな本当に、やばいな。夕方から入るってこんなに難しいことやねんな。さあ、このままジョーズ行くぞ。ああ、怖えな。はい、じゃあ、ジョーズなんですけども、現在、40分待ちですわ。あ、ですけど今日シングルやってるわ。20分待ち。これ行きますわ。ラッキー。ここはシングルライダーやってたわ。ジャーニーやってなかったからちょっと怖かったんですよね、ここ。うわ、これもしシングルライダー使って無理やったら、15時以降全制覇絶対無理ってことですよ、本当に。そのエクスプレスバスかそういう特別じゃなかったら。うん。はい、じゃあね、もうそろそろですわ。じゃあ、行ってきます。はい、じゃあね、一応ですね、まあ、いつも通りのお上手ね、乗れましたわ。で、まあ、次は時間が時間なんでね、ワンダーランドね、行くんですけども、ちょっと一個だけ誤算があって、もう実は17時からね、その、ニンテンドーワールドの入場整理券取ってるんですよね。だから、ワンダーランドとこのニンテンドーワールドの、どう合わせるかが大事ですよね。こう、えぐいわ。夕方からもえぐいの、マジで。とりあえずまあワンダーランドは乗りますわ一応多分ね、あのフライングスヌーピーの整理券取れるんですよね、予約乗り。だからそれ取ってから行くんですけども、この予約乗り発見終了してないかな、どうやろうな。めっちゃ怖い、これだけが。うおやばい、もうレストランも閉まっちゃってますわ。あやばいよ、アトラクションね全然制覇できてない。うおほんまにやばいな。え？フライング乗り配布終了してるうわ、フライングスヌーピーまでもか。マジでこれ絶望しかないわ。今日のワンダーランド予約乗りなしだったらだいぶときついわ、本当に。とりあえずモッピーのバルーントリップはですね、まあまあ予約乗り取っちゃったんでもう行きますけど、どうしようかな、これからまた結構考えるわ。じゃあね、モッピーのバルーントリップね、行ってきます。ちっちゃ。うわー、一応これは予約乗りで一瞬で乗れるんですけども、マジで今日はえぐいな。だ今日じゃなくて夕方からインパすることがえぐいわで、ここのね、モッピーのバルーントリップも一応ね35分待ちなんですよ。で、フライングスヌーピーの待ち時間も確かさっき30分待ちだったんで、まあ、どっちみち、どっちでも予約乗り取ってもね、待つんですよね、同じぐらいに。うん。いや、でも、このほんまに、まあ、僕からやったら予約乗りもね、配布終了になるんでしょうね。あ、それも考えてよかったな、今日は。うん。なんか、モッピーのバルーントリップのめちゃくちゃ可愛い説明書もらったわ。可愛らしい。はい、じゃあね、そろそろですね、そろそろ。じゃあ、このね、モッピー行ってきます。
はい、じゃあね、モッピーのバルーントリップにね、乗り入れました。で、次どうしようかなと思ったんですけども、確かにワンダーランドのアトラクションに、ね、行くのもありなんですけども、今ね、全部まあ30分が40分待ちなんですよね、まあ、残りのフライングスヌーピーとバブルバブルで、まあ、その間に、まあ、ニンテンドーワールド の、 その入場までの時間がもう18時までなんで、それ過ぎたらちょっとやばいですよね、もう二度と入れないんで。だからまあ先にもうニンテンドーワールド行きますわ。そしてもうここはもう運任せで、フライングスヌーピーとバブルバブルね、空いてたら行くって感じ。いやー、それにしてもこの夕方のバブルバブルのね、上からの景色めっちゃ綺麗でしたわ、うん、いや、みんなに見せてあげたかったなまあでも今の時点で、まあ、ハリトリとか、あとはジョーズ、ハリーポッターの2つのアトラクション、あとワンダーランドの、まあ、大半のアトラクションは乗ったって感じですね。そしてね、今日もマリオエリア行ってきますわ。なんかこの夕方にね、ニンテンドーワールド行くのすごい久々やわ。けど僕ね、個人的にこの夕方のニンテンドーワールドの風景すごい好きなんですよね。うん、結構綺麗ですよ。うわ、もうパワーアップバンドのカードしまっちゃってるやんマジかよ。いや、ここまでもう終わりかけなんかいや、もうなんか個人的にはさっきインパしたばっかやのにはい、じゃあこのままですね、いつも通りにこの土管の中入っていきます。おー、夕方のね、任天堂ワールドやってきましたわ。ちょっとずつね、光が灯ってる、この雰囲気でしょうね。あれ、ヨッシー止まっちゃってるやん。おお、ここで大ピンチ。ちょっとね、ヨッシー止まってる雰囲気あったんで、さっきマリオカート行きますわ。マリオカートは大丈夫かな。今マリオカート60分待ち、シングルでも45分。これは泣きたくなるもう超大ピンチよ。今までの全制覇シリーズ大ピンチ。マジでピンチやわ。全部いける自信がねえぞこれ。うわー、ほんまにやばいな。まだ待ちそうですよねこれ。これが休日の力か。やはり時間がかかるぜ。でもあとちょいで行けますわ、うん。じゃあね、赤い髪の修行がですね、マリオカートね、行ってきます。はい、じゃあね、マリオカートね、終わりました。で、今回のコインはですね、191コインです。なかなか200コインいかないそして、まあ、マリオカートもね、まあ、乗り終えたんで、まあ、隣にあるヨッシーアドベンチャーね、行こうと思ってるんですけども、6時です残り1時間、うん、まあまあ奇跡起きたら全制覇できるわ、うん。まあ、今から僕がですね、まあ、もう人を超えた能力を持って、人を超えた力を持ったら、あの全制覇可能ですわ、うん。とりあえず、まあ、ヨッシーアドベンチャーね、もうとりあえずヨッシーアドベンチャー行きますわ、うん。まだ皆さんね、あの諦めないでください。僕は諦めてないですから、うん、皆さんまだ待っててくださいね。動画閉じないでください絶対に、うんはい、じゃあヨッシーアドベンチャーにやってきたんですけども、現在45分待ちです。これ通常も同じです。うわー、いやまだ分かんないですよ、うん、ほんまに。まあ野球って9回裏2アウトからって言うじゃないですか。もうそんな感じですよ全制覇は、うん。もう最後の5分まで諦めないですよ僕は。うおー、なんとヨッシーアドベンチャーが外の待ち列になっちゃってますわ。この時間帯でかなんか閉園時間1時間前にね、この謎の空間にいるっていう、この不思議感。そしてね、再びね、中に入りますわ。かげーや今日。うわー、この中まで来るのもだいぶ時間かかったわ。今日はマジヤバの日や。そしてちょっと今気づいたんですけども、なんかヨッシーアドベンチャーに新しく乗ってくる人がいなくなっちゃったということで、これはもしかして、もしかしてヨッシーアドベンチャー受付終了でもね、まだ諦めたらいけないですよ。僕にはですね、もしかしたら人間の力を超えたパワーを今から発揮するかもしれないですから、うん、もう人類を超越した
もう宇宙をも超越したパワーをね発見するかもしれないですから。うん。ぼちソロですね、ぼちソロ。もう行ってますわ。はい、じゃあヨッシーに乗車しました。今回ブルーヨッシーですよ。でもこれね、夜バージョンの任天堂ワールドじゃないかな。おお、夜ヨッシーアドベンチャーですよ。これバリバリ綺麗なんですよ、本当に。ほら、やっぱ夜は違う風景見てるからいいですよね。いいっすね。夜の任天堂ワールドですよ。そして皆さんね、歌いますか、あれを。マーミー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 。夜バージョンいいね。夜のジャングルですよ、ジャングルゾーン。この奥にね、今度あの頭が茶色いソフトクリームの世界できるんですよ。もういい景色やな、ほんまに。ヨッシーアドベンチャー動いててよかったわ。うん、本当によかった。おっとー。あー、でこれで一応ですね、無事ね、任天堂ワールドのアトラクションですね、全部ね乗り入れました。じゃあとりあえずですね、任天堂ワールドは去りますわ。まあここはとりあえずね、一段落ですね。はい、じゃあね、閉園時間まであとちょいなんですけども、今からちょっとね、まあ、待ち時間のボード見に行きますわ。まあ大丈夫やろ。うん、マメ様やね、マメ様。うん、いけるやろ。あー、もうやっぱりフードカートも閉まっちゃってますわ。やろうね。いやー、もう悲しくも帰宅時間ですね。でも毎回思うんですけども、この感じがいつも寂しいですよね。うん、はい、じゃあ今日ですね、夕方からユニバに入ったらアトラクション全制覇できるかね、やってきました。で結果はですね、無理です。で今回ですね、まあ、シングルライダーを使って全制覇しようかなと思ったんですけども、このシングルライダーがですね、ユニバの待ち時間の最強の短縮方法なんですけども、まあ、それ使って無理やったんで、多分通常バージョンでもね無理と思いますわ。この感じでしたら。で今回やっぱ予約乗りもね使おうかなと思ったんですけども、まさか予約乗りが配布終了になるとは思わなかったさ、本当に。うん、だからほんまにやばかったですね。で今日の営業時間が19時までやったんで、あとまあ 2,3 時間あったらできたと思うんですけども、まあそれでもね、まあ夕方から来る予定の方はですね、まあ全制覇は多分ほとんど難しいということで考えた方がねいいかなと思いますね。うん、それこそ超大混雑になってきたらもっと無理と思うので、まあ、15時からとか夕方からユニバに行く方ですね、まあ、アトラクションとかをね絞っていった方がねいいかなと思いましたね。以上、アトラクション調査隊のまみちゃんからでした。はい、じゃあね、またねこれ来たらもねいろんな動画あげると思うので、ちゃんとグッドボタン、通知ボタンも押さえてだけで、ね、バーイ。